そうですか。器に収まっていれば倒せると思っていたのですが。あなたはいつもいつも読みが少し甘いのよ。返す言葉もありません。今責任の所在を求めることに意味はないよ。次の手を考えた方が建設的だ。教会墓場を取り込むとなるとかなりの時間がかかるはずです。その間にどうにか。何か、確か何かで読んだ気が。と、失礼、僕の携帯だ。私のもだわ。情報部のメイトちゃんから。私も？うん、誰よこんな時に。私もです。珍しいですね、滅多に連絡なんて来ないのに。何？本当なの？冗談だったら怒るわよ。わかりました。ご連絡ありがとうございます。うん、オッケー。あとはこっちで何とかする。何何？どうしたの？みんなで暗い顔しちゃって。マジェコンヌの四天王を名乗る人物がラステーションに現れたらしい。ルイにもです。まだ攻撃を受けたわけではないようですけど。こっちも同じく。まあ同時に連絡が来たってことはそうなんでしょうね。プラネテューヌも、つまりそれぞれの国に一人ずつってことかしら。それじゃ四天王が全員？これはまた厄介なことになってしまったね。最悪に、またあんなのと戦わなきゃいけないのかニュー。え、そいつらは何か言ってきてるの？それは聞け、愚かな民衆どもよ。我らが神マジェコンヌ様は完全に復活なされた。マジェコンヌ様の力をもってすればこんな国を滅ぼすのはわけないが、そう簡単にやってしまっては面白くないな。10日間の猶予をやる。貴様らが全員マジコンヌ様を崇拝するならばよし。しかし一人でも従わぬ者がいれば。ハッハッ、そん時は皆殺しだぜ。正気とは思えませんわね。ふーん、またあの変態と戦わなきゃいけないの？やだ。ブレイブ、あなたはこうしちゃいられないよ。
早くやっつけに行かなきゃ。うんうん、またプラネティウノを乗っ取られたりしたら大変だよ。落ち着いて。四天王の言葉を信じるなら、まだ10日は猶予があるということ。その間に犯罪心への対抗策を。そう、そうです、思い出しました。わあ、ミナちゃん、急に大声出さないでよ。ごめんなさい。でも思い出したんです、なんで今まで忘れていたのか。話してみて。はい、犯罪神の伝承の中に、かつて犯罪神と戦った女神様の記述があったんです。確か名前はウラヌス様と。ウラヌス、聞き覚えがあります。確か遥か昔にポラネテューヌにいらっしゃった女神ではないですか。はい、そのように記憶しています。その女神に聞けば犯罪神を倒す方法がわかるかもしれないんですね。話が聞ければね。そんな大昔の女神様が生きてるわけないし。意識だけの存在として残ってる可能性はあるわよ。それこそ犯罪神と同じようにね。探すだけ探してみようよ、アイちゃん。じっとしてたってしょうがないし。プラネティウヌの国内ならすぐ見つかるかもしれません。とにかく行ってみましょう。情報が正しければこの辺りにいるはずですけれど。誰もいないじゃない。意識だけの存在になっているに見えなくて当然に。困ったですね。それじゃあどうやって探しましょう。大声で呼べばきっと向こうから出てきてくれるよ。よし、歌ってみます。ウラヌスさーん、出てきてください。まあうるさいうるさい、そんなんで出てきてくれるわけが。何事じゃ、想像し。出てきたみたいよ。まあいいんだけどね。
さんですか？いかにも。まったく、静かに寝かしておいてほしかったのじゃが、そうも言っていられない事態のようじゃの。女神が8人も押しかけてくるなど、前代未聞じゃわい。犯罪心が復活したといえば、理解してもらえるかしら。ほう、いいところまで追い詰めたんだよ。でも全然攻撃が効かなくてさ。あなた昔犯罪心を倒したことがあるんでしょ？その方法教えて。いくつか勘違いがあるようじゃな。まずかつて犯罪心と戦ったのはわし一人ではない。他にも三人の女神が一緒じゃった。もっともそやつらは皆戦いで命を落とし、意識すらも残っていないがの。三人の女神が命を。そしてそれだけの犠牲を払っても犯罪心を倒すことはできなかった。我々にできたのは一時的に犯罪心の力を弱め、どうにか封印にこぎつけただけ。それが精一杯じゃった。でもでも弱めたってことは攻撃が効いたってことだよね。その方法を教えてよ。私たちにはそれが必要なの。わしのように肉体を、あるいは仲間のように命を落とすやもしれんぞ。それでもか？はい、お願いします。即答か、若いな。よかろう、ならば教えてやる。ありがとうございます。すでに知っておろうが、犯罪心は己の肉体を持たぬ、言うなれば横島なる意志の集合体。物理的な接触はどうあがいても不可能。ならば犯罪心とは異なる別の意志の力をぶつけるしかない。別の意志の力？意志って何かがしたいって気持ちだよね。例えばご飯食べたいとかお昼寝したいとかでもいいの？そんな意志でやられたら犯罪心も浮かばれないでしょうね。どんな思いでもよい。ただその意志が横島なる意志を上回らねば、跳ね返されるか、最悪飲み込まれることになる。このわしのようにな。そうなったら肉体を失うのね。さよう。なればこそ統一された一番強い思いの力が必要となる。一番強い思い、やっぱり嫁にしたいかな。レアステーキをお腹いっぱい食べたいニュー。僕は、うん、歌しか思いつかないよ。迷うことないですよ、そんなの簡単です。おお、ゲーム業界を守りたい、ゲーム業界が好きだって気持ちです。それが一番に決まってます。またそういうことを恥ずかしげもなく。でもその通りですよ。その思いなら誰にも負けないです。うんうん、ゲーム業界が消えちゃったらご飯もお昼寝もできなくなっちゃうもんね。ゲームもできなくなりますわ。そうなったら一大事ですものね。なんであなたたちはそう欲望に忠実なのよ。
読書これが今の女神たちか。お前たちのようなものなら違う結末を出せたのかもしれんな。わしはもはやこの場を離れることもかなわぬに、せめてここからお前たちの思いの行く末を見守らせてもらおう。はい、ありがとうございました。では、いにしえの女神には会えたのですね。はい、バッチリです。これで今度こそ犯罪神を倒してみせるよ。そうだね、今度こそゲーム業界に平和を取り戻そう。思いの力か。最終的にそんな至極曖昧なものに頼ることになるとはね。そんなことはありませんよ。人々の信仰だって思いの力、思いはとても重要なんです。それじゃ早速犯罪心をと言いたいところだけど、明後日は四天王が指定した刻限の日だね。タイミングがいいのやら悪いのやら、皆さんがいなくなっては国を守る術がありません。先にそちらをどうにかしていただかないと。つまりあと1日であいつら全員の相手をしろってことよね。やれやれ、骨が折れそうだわ。大丈夫大丈夫、復活怪人は雑魚になってるってのが昔からのお約束だもん。頑張るしかないにゅ。またあの人と戦うんだ。あの変態、今度こそ生き返れないくらいやっつけてやるわ。ブレイブ、分かり合えたと思ったのに。ユニちゃん。まあ動き出すのは明日からですね。せめて今夜はゆっくり休んで英気を養ってください。そうさせてもらうつもりではあったけど、よその国の教会は落ち着かない。そうおっしゃると思ってとっておきの場所を用意しておきました。きっと気に入っていただけますよ。ドリャー、一番乗りはいっただき。もう私が一番を狙ってたのに。あ、こらそこ飛び込むんじゃないの。私も来るの久しぶりなんだ。悪くないわね、プラネティウヌにしては気が利いてるじゃない。ねえねえネプテューヌ、向こうまで競争しようよ。ふふん、私に勝負を挑むとはいい度胸だよ。負けた方はコーヒー牛乳おごりだよ。よーいドン。こーら泳ぐな。お姉ちゃん背中流してあげる。私も。少し待って、霧のいいとこまで読んだらお願いする。なんで温泉にまで本持ち込んでんのよ。入浴中の読書は基本。いやー極楽極楽。やっぱり天然の温泉は疲れが取れるね。
こんなに気持ちがいいなら何度も来たいね。やっぱりみんなで入ると格別だね。身に染みるニュー。ベール様、僕もお背中お流しします。あら、じゃあお願いしようかしら。はい。うわ、ベール様やっぱり大きい。後ろから見てもわかる。いいなそれほどでもありませんわ。嫁たちってベール様を筆頭に大きい人が多いよね。私も負けないよ。子供じゃあるまいし、胸の話なんてくだらないとか言って小さいの気にしてるんじゃないの。はあ、てめえだって同じくらいだろうが。残念ながら私は女神化すると大きくなるから全然気にならないんだな。これだ。あー、もう騒がしくしない。これじゃ疲れなんて取れやしないわ。アイちゃん、温泉なんだからもう少しのんびりした方がいいですよ。そうですよ、明日からまた大変なんですから。そうね、こうやってうるさくしてられるのも今のうちだけだものね。